アースダイバーは、思想家、人類学者の中澤新一によって書かれた2005年に、書かれた著作、または一連のシリーズである。一連の著作のコンセプトも指す。アースダイバーは、週刊現代に2004年1月から2005年2月に、渡って連載され、2005年に出版され、第9回、桑原竹尾学芸賞を受賞した。大阪アースダイバーは、 週刊現代に2010年11月から2012年2月に渡って連載され、2012年に刊行された。ほか、野生の科学に収録された、東海山アースダイバー、甲州アースダイバー、熱海のアースダイバーといった、個別の地域版アースダイバーがある。2014年には、雑誌、g にボリューム15において、海洋アースダイバーの第一部、スシマ編、からでも、ヤマトでもなく、 和が発表されている。それぞれの著作には、鉱石層と奇跡層が複雑に入り組んだ縄文時代の地形図に、現代の地図上の神社、古墳、墓地、遺跡等を重ねたアースダイビングマップが添付されている。また、2014年3月より、週刊現代史上の新たな連載、アースダイバーアクティブ、明治神宮アースダイバーが開始されている。この連載では、 明治の建築家や造園学者の知恵を結集した思想としての明治神宮を掘り起こし、神宮外苑を予定地とする国立競技場の建設計画に根本的な見直しを迫っている。方法としては、地質学年代上の第4期に起こった長期的な人類と地形の相互交渉の過程に光を当て、歴史の中で実際に起こった出来事や神話、 伝説を含む人間の無意識レベルでの表現を具体的な土地との関わりの中から読み解いていく点に特徴がある。考察の内容は歴史学、考古学、神話学、人類学、民族学、人文地理学といった諸科学から文化批評、都市論、建築論、エコロジー、芸能芸術論などの諸分野を含み現地でのフィールドワークをもとにその土地にまつわる歴史の孤層や 無意識的な景観地の次元が明らかにされる。また、シリーズ全体を通して、アフリカに発生した原生人類の関与、大陸移動というグローバルな視野の中で、日本列島の住民が、どのように各地の都市や地域を作り上げていったか、というダイナミックな関心が貫かれている。東京スカイツリーや東京タワーを主題とする、塔をめぐる二つのエッセイ、Y 字路の景観を論じた。 Y 字の秘宝、脳内地図と無意識過程との関係を論じた、野生の地図学など、地形と関係の深い、様々なエッセイにもこの方法が活かされている。アースダイバーという名称の由来は、世界が一面の水に覆われていたという原初の時代、水底に潜って、新しい世界の大地の元になる、わずかなデードを持ってきたという、アメリカ先住民の潜水上神話に基づいている。第一作。 アースダイバー冒頭のエピグラフには、アルゴンキン語族の神話が掲載されている。関東圏を中心に反響を呼び、NHK 総合テレビの番組、ブラタモリ、書籍、東京すり鉢地形散歩などの歴史の古巣を探る散歩や地形ブームの端緒になった。地質学者のハトリー建造は、普及書としては異色であると述べ、熟練のライターである中澤は、 雑な知識をやたらめったらに料理しているが、地形というものを見直してみる手がかりになると評している。自然科学的に厳密な著作ではないと。多摩美術大学の中澤のゼミ、首都大学東京大学院、インダストリアルアートプロジェクト演習とともに、本書のコンセプトを Google Earth を使って再解釈するコンテンツ、アースダイバーマップビスを作成した渡辺秀則は、本書を小説、 楽しい読み物と受け止めているため、学術的視点からの批判については不可解に感じてしまうと述べている。建築家の河野博史は、アカデミックな論文や公的資料じゃないし、エンターテイメント性までとまめちゃったらつまらない、ある程度のフィクション性を前提に楽しんでいる人の方が多いだろうと述べ、読み物としては面白いと評価している。一方、真面目な研究論文として受け止めている人も、 少なくない、受け手側にも問題があるという指摘もある。東京大学海洋教育センターとの共同で、アースダイバーをもとにした教育プログラムを開発し、高校生対象のフィールドワークも実施している。その際には、地理学者のかやねはじめが、学術的な面を補完している。地理学者の小口高は、本書が地形ブームに貢献した点を評価しつつ、 地学の常識からは考えられない場所にまで縄文の海が入っており大きな誤りであると述べ、しかし本の中では縄文の海の分布を地学の成果を用いて復元したように記述し地学書を参考文献に掲載。一方で海の分布はフィクションという表明はないと指摘している。中沢の緑の塔は環境重視だがそうであるなら、 自然科学の正しい知識を踏まえるべきだが、この点に懸念がある。と述べている。慶応義塾大学の石川発は、アースダイビングという、例え話で分かった気になるにはあまりにもったいないほどに、これまで地理学や、地形学や、地質学や、考古学が蓄積してきた知見はエキサイティングだし、奥が深い。また、地理学、地形学の成果と、その応用としての都市間という議論の一つとして、 アースダイバーの普及による誤解を学術的観点から改め洗い直す必要があると述べている。この本の個人的に残念な点として中澤の気候研究へのリスペクトがあまり感じられない点を挙げている。中澤新一、アースダイバー講談社2005年 ISBN4 から06から212851から旧中澤新一。 大阪アースダイバー講談社2012年 ISBN978 から4から06から217812から旧中沢慎一野生の科学講談社2012年 ISBN978 から4から06から217744から3中沢慎一 アースダイバー東京の聖地講談社2017年 ISBN978 から40億6220万9441週刊現代2014年3月22日発売号より連載中東海山アースダイバー野生の科学書集336ページ私が編集した本読んでください大阪アースダイバー講談社学芸局学術 文庫出版部次長、園部正一日経ビジネスオンライン本の紹介アースダイバー地学教育と科学運動602005年12月1日地学団体研究会アースダイバーマップビスハット ABCDE アースダイバーをどう受け止めるかタゲター田口康次第海洋アースダイバーフィールドワーク3710ラボ港ラボ 3710ラボ2019年7月24日閲覧オグチ小口 T 小口高ツイッターハット緑の党報道を踏まえてアースダイバーをどう乗り越えるかタゲター東京地形ブームと縄文会心タゲター初めての中沢新日アースダイバーから芸術人類学へほぼ日刊糸井新聞中野島大学大阪アースダイバーへの道セミナーレポート 中野島大学、アースダイバーで読み解く東京、大阪セミナーレポート。ありがとうございます。